離散時間、フーリエ変換。離散時間、フーリエ変換。A. ディスクリートタイム、フーリエトランスフォーム、DTFT は、フーリエ変換の一種。従って、通常時間領域の関数を周波数領域に変換する。ただし、DTFT では、元の関数は離散的でなければならない。そのような入力は、連続関数の標本化によって生成される。 DTFT の周波数領域の表現は常に周期的関数である。したがって一つの周期に必要な情報がすべて含まれるため、DTFT を有限な周波数領域への変換であるということもある。実数、または複素数の離散集合フォーミュラ1、整数が与えられたとき、フォーミュラ2の離散時間、風リや変換、DTFT は次にように表される。 名称が案に示している通り、X、N は連続時間関数フォーミュラ3の値、標本を表している。この時の標本化間隔をフォーミュラ4とした時、各標本の最終時刻はフォーミュラ5であり、フォーミュラ6がサンプリング周波数となる。DTFT は次の連続時間、フーリーへ変換の禁似である。標本化定理で示されるように、 次の串型関数の変調に、フォーミュラ7の値を使用すると見ることもできる。その場合得られる関数のフーリーエ変換は、フォーミュラ8の間隔で重ね合わせられたフォーミュラ9のコピーの総和である。以下で示すように、これは周期関数の DTFT である。そして、ある明白な条件下で、K イコール0の項はほとんど全く他の項からの歪み。 折り返し雑音が観測されない。変調された串型関数は次の通りである。したがって、この時次が成り立つ。つまりフォーミュラ10はフォーミュラ11と同じである。ここで、フォーミュラ12は、通常の周波数、単位時間あたりの周期数であり、フォーミュラ13はサンプリング周波数、単位時間あたりの標本数であるから、フォーミュラ14は、標本あたりの周期数を意味する。 これを正規化周波数、ノーマライズドフリークエンシーと呼ぶ。上で、定義されているフォーミュラ15も正規化周波数だが、こちらの単位は、標本あたりのラジアンである。正規化周波数は、基幹フォーミュラ16の周期を持つ関数フォーミュラ17で表されるという特徴がある。そのため、逆変換では、フォーミュラ16の基幹のみを評価すればよい。 フォーミュラ3の標本化により、そのスペクトル DTFT は周期的になる。通常の周波数フォーミュラ12、単位時間あたりの周期数では、その周期はサンプリング周波数フォーミュラ13である。正規化周波数フォーミュラ14、標本あたりの周期数では、その周期はフォーミュラ23である。フォーミュラ15、標本あたりのラジアンでは、その周期は フォーミュラ16であり、フォーミュラ26の周期性に直接従う。すなわち、であり、ここで N と K は任意の整数である。従って、となる。DTFT フォーミュラ11の別の表記フォーミュラ28は次の特徴がある。ただし、実際に周波数領域の手法で DTFT を形成したとき、その類似性は不明瞭となる。がって、 過表でも使われている通りフォーミュラ11の記法もよく使われている。以下の逆変換は離散時間のシーケンスを回復させる。積分区間は DTFT の一周期全体であり、これは X、N の標本群が DTFT のフーリエ級数展開の係数でもあることを示している。無限区間の積分ではこの変換が通常のフーリエ変換の逆変換となり、 ディラックのインパールスも復元する。すなわち次のようになる。DTFT の数値的評価では有限長のシーケンスが明らかに必要とされる。実際、長いシーケンスは区形窓関数で修正され、次のようになる。これは修正前のシーケンスのスペクトルの便利な禁止として使われる。これによって解像度が悪くなるが、L を増やすことで改善される。 フォーミュラ17をの1周期上日用に分布する、任意のフォーミュラ34個の周波数で評価するのが一般的である。これにより、次が得られる、フォーミュラ35であるとき、次のようにも表せる。このように変形すると、フォーミュラ36のシーケンスはリサンフーリーへ変換、DFT となる。フォーミュラ37は DTFT を標本化する。 差異の解像度と定義され、フォーミュラ38は DTFT 自体の固有解像度である。したがって、通常これらはほぼ同じ値である。フォーミュラ39を選択するのが一般的だが、値が0の項を相和に含める理由は、DFT を計算する高速、風エ変換アルゴリズムを利用できるためである。そのことを強調する場合、ゼロパディング DFT あるいは、 打ち差し DFT と呼ぶ。しかし、値が0の項を使わずに単純に計算しても、全く同じ DFT が得られる。フォーミュラ40の場合の DTFT も計算でき、その場合は DFT とは等価ではない。フォーミュラ39が一般的であることを示すため、次のシーケンスを考える。下に示した2つの図は、ラベルで示される通り、 異なるサイズの DFT を図示したものである。どちらの場合も支配的な周波数成分はフォーミュラ42である。右の図に現れているパターンはフォーミュラ43の区形窓関数のスペクトル漏れである。左側の図がこのようになっているのは右の図の0と交差している点と標本化した点が重なっている結果である。これは有限超シーケンスの DTFT というよりも 無限に続く政権派のような印象を与える。このような図になる原因は、区形窓関数の使用と、64個の標本あたり8個という、整数個の周期になような周波数を選択しているためである、フォーミューラ44。基本的に DTFT は、フーリエ級数の逆であり、後者は継続的だが、周期的入力と離散スペクトルを持っている。 これら二つの変換の応用は全く異なる。DFT と DTFT は、標準の連続フーリエ変換を、理算的データに適用しようとして、自然に生まれたと見ることもできる。そういった観点では、単に入力形式が異なるだけで、変換そのものは同じである。DTFT は、Z 変換の特殊ケースである。両側 Z 変換は次のように定義される。 DTFT はフォーミュラ45の場合である。この時フォーミュラ46なので、これは複素平面での単位円付近での Z 変換の評価である。下表は典型的な変換を示したものである。以下の表は一般的な離散時間、フーリエ変換を示したものである。以下のような記法を用いている。最初の列は属性の説明。第2列は 時間領域での関数表現。第3列は周波数領域でのスペクトル表現である。風リへ変換は実数成分と虚数成分に分離できる。また、偶数成分と奇数成分に分離できる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。